の作品だったんですけれども、私個人的にすごいこの作品大好き、この曲も作品も大好きで、曲にぴったり合った素敵な青春感じられるすごく爽やかな作品でした。改めてカモカモクラブのみんなに大きな拍手をお願いいたします。そして MC がここからもう一人駆けつけてくれましたのでご紹介いたします。はい、ここから MC を務めます2年生の美空です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、先ほどの作品は普段のセムステの大きな祭りとか春公演みたいなイベントではなかなか見られない R&B ヒップホップというジャンルの作品でした。少し新鮮でしたね。はい、より幅広いスタイルの作品が見られるのも自由度の高い今回のキックアウトのようなイベントだからこそだと思います。ここからまだまだ作品が続きますが、それぞれの作品の魅力を存分に感じて楽しんでいただければと思います。はい、それでは勢い切らさずに次の作品何なのかなってとこ移っていきたいと思います。次の作品は地球外生命体スガリアンズです。なんとも不思議な名前ですが、一体どんなダンスを見せてくれるのでしょうか。はい、なかなかダンスのチーム名で地球外生命体とかエイリアンとか出てこないと思うんですけど、まあ、せっかくなのでミソラは例えばエイリアンとか UFO とか信じるタイプですか。いや、どうですかね、まあ、信じてみたり信じてみなかったりって感じですかね。やっぱ何事もね、時と場合によりますよね。と思います。そうですね、私はあんまり普段エイリアンとか信じてないんですけど、ちょっとさっき袖で待ってたところちょっと不思議な団体がいたので、もしかしたらこの作品を見たら、あ、エイリアンっているんだって思うかもしれないなっていうふうに思っております。皆さんにはね、これから作品見ていただくので、ぜひご自身の目でエイリアン確認していただければなというふうに思っております。はい、さてさて、それでは準備ができたようなので MC コメントを読ませていただきます。ディー星から迷い込んできてしまった宇宙人球体、その名もスガリアンズ。地球にはこんなに楽しいものがあるんだ。地球をとても気に入ってしまった彼らは無事元の星へ帰ることができるのか。はい、全くどんな作品になるかわからなかったですね。まあ、コンセプトは面白くてもダンスはバチバチに上手いメンツが集まってるとの噂は聞いてるので、はい、こうご期待です。はい、それでは皆さんも気になってますよね。準備ができたようなので早速ご自身の目でお確かめください。地球外生命体スガリアンズです。どうぞ。